芸人の引き見せたるわい。4号機アラジン最高枚数で調べたさ、7万枚っていうの。77万枚これ確定なんじゃない？タンチ見えなくなってきてる。めっちゃ震えた。いや、俺震えないでこれめっちゃ震えた。どうも、かまいたちです。ミステリー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 。さあ本日は、はい、スロットアラジンを打とう。よっしゃ、いいね、アラジン爆裂機ね。俺一番最初に打ったスロットがアラジンか。ええ、マジで。わけも分からずアラジン打って出たのは覚えてんねんな。隣のお兄ちゃんに入ってんでそれって言われて、うんうん、アラちゃん入ったってこと。なんかみたいな、めっちゃ出てきて、うん、あれやんな、ランプの位置でこうやるやつやんな。そう、あパンパンパンってなって、それやな、それナビ順にやる。一番最初に打ったのはそれやな。ドットの演出と、あと宇宙に行ったらとんでもないレンチャン、レンチャンするみたいなのがあったような気すんねんな、うん、行こうぜ、行ってみますか。なんでいつものようにお前が最初に打ってんねや。さあ行きましょう。あ、この音やな、アラジン。設定、アラジンや。設定は6ですね。6で、はい。アラジン、うわ懐かしい。で、タンチェと呼ばれるものが真ん中チェリー。いや、タンチェはチェリーで、ここはチェリー以外、チェリー外れ外れっていうのがタンチェですか。演出欲しいね。お、これや、引っ張んねんな、なんかな、下からな。そう、お月様ね。やっぱりアラジンはここが激しくならないと。うわ楽しいな、ドットってやっぱ楽しいな。そうやね、ドット楽しい。こんな楽しいの作ってるメーカーさんどこですか。サミーさんやっぱな、北斗と一緒や、ね、やっぱサミーさん来てくれ、激アツ。ルールはもう全然知らんねん、アラジンは。もう俺もアラジンはあんまり打ち込めてないもん。人気すぎてなんか座れなかった印象で、詳しい人がめっちゃ打ってた。でもこのあの狭い枠の中でちょっとずつこうずれたランプを押すんやっていうのが楽しかったな。そう、押し順ナビがめっちゃ早かったよ、売ってる人。このこれの消化が、アラジンと獣王がまあ当時のあれか。そうね、タミーさんなんでね、独特の演出が。なんかラクダとか出てくるよね確か、うん、キリンとか。キリンとかね、走ったりするよね。アラちゃん入って、はいはいはい、これ懐かしい。お、はい、ラクダポカポカ。これが続くと熱いもん。続いてこういう数字がこう流れていくルーレットみたいなのもあったあった。テロルンが連発しないとやっぱり。はいはい、でもなんか熱くなってきてるよね。空調入れたって、空調強めにしたっていや熱くなってきてるよね。そういう意味ちゃうねん、演出だよこれで。またアラジンの復活もあるかもな。何が、え、これでやっぱみんながアラジンもう一回打ちたいってなって、スマスロでアラジンの復活あるかもな、うん、北斗がそうだったように。違うわ、俺らが北斗打ったからサミーさんが北斗新しいの作ろうって思ったかのように言うな北斗の、それはサミーさんがちゃんと計画してやっとるね。俺らの配信が世界同説1位になったからじゃない。違う違う違う、ちゃんとサミーさんが計画してやってんですよ。いや、アラちゃんは絶対入れたよ。いつまで打っとんねん。まだ一回も熱いの来てないからさ、こう変わるタイミングがないというか、熱いの外したら変わるけど、そら
まだ醍醐味のニチェ探知を引けてないわけ。いやそんなん待ってたら俺撃たれへんわ。いやもう引くよこんな。あれ？あこれやなんか。これチャンス、チャンスなんじゃない？おお、おお。はい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 。はいはいはい。数字で止まったんやな、三個な。三だと違うよね。チェリー取りこぼしないから。はい、7ボーナス。えー、えー、えー、ええー。あ、ブーは一番寒いよ。一番寒いよ。はい、チェンジ。あれチェンジや。3が、レギュラーボーナスかビッグボーナスどっちかで、7がビッグボーナス確定。え、これって A がアラちゃんチェリー狙い、7のチェリー狙い、ここでいいかな？7のチェリー狙い、オッケー。演出あった時だけ、演出あった時だけでいいの、うん、遅れとかはあるからそれだけ見ていて。続くから何回も。アラちゃん来い。アラちゃんもここに押し順ナビ出てきてそれで打つやつやったっけ。そうで、アラポンがミヤゾンの相方やねん。知ってるよ、うん、キャップ7のかぶり。そうそうそう。で、アヤマンがあのアヤマンジャパンの監督、うん、全然ちゃう。アラちゃんからで、ハラちゃんがミスユニバースの、ユニバース、ミスユニバースで間違えてます。ユニバースです。あ、引かないね、タンチ。そんな簡単に引けるもんでもないんでしょ。なんや、なんか、なんか今音鳴ったよ。これはなんかあると思う。ほら、チェリー狙ってる。7狙いでいいと思う。はいはい。あー、ダメ。これで外れた、外れてった方がいいの、タンチって。これでもボーナス中の音どんなんやとか思い出されへんねん。思い出させたろやないかよ。アラちゃんの音も。どうしてもサバちゃんが浮かぶな。サバちゃん浮かぶ、ね、テレテレテが浮かぶ。でもアラポン想像してみて。キャップかぶってるよ。かぶってる。アラポンやん。アヤマンを想像してみて。うん。ベロ長いよな。長い。長い。来い。惜しいね。引かないか。アラちゃん見たいよ。多分設定録音したんですよね。ってことはあのアラちゃんめっちゃ入りやすい、数珠つなぎで入りやすいような設定になってると思う。5がロングで入るみたいな。はい、来たよ。マングースやったかな、あれ。なんかみんなどう思ってるかわからんけど、おもろいわ、打ってて。これって多分音もあると思う。そう、ブルルルル、音の心地よさ。ブルルルル、パッパッペンとかも。ポッパッポーじゃなかった。あ、ビッグ、ビッグ、そうやな、うん、思い出してきた。もうアラちゃんがあんま入った記憶ないから、アラちゃんの音が俺思い出せない。ピッポッパッポー、ピッポッパッポー、パンパ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 ンみたいな。聞きてえな。弾いてくれ、弾いてくれ。わあ、せきます。やろうとしてた。弾いてくれ。熱いのが来てない。演出が入らへんねん。アラジンは当時 何万枚出たんやろ。すごい爆裂感あったの。あ、ピッていうの腹立つ。演出終わった後、あ、よしよしよし、ピッていうの腹立つな。はいはいはい、来い。ピッピッってとこ、ピッってとこで、あの女と男の市川さん想像してもらったらもっと腹立ちますから。ペーな、トン、トンやったんや、トン。知らんから想像できへんねん、みんな。
え市川さんのトン知らん知らん知らんトン市川さんを知らんからマジこの50枚がなくなったら変わるわ。ちょっと演出は行こうよ。演出は激アツ。これ4号機だったっけ。4号機のアラジンですね。最高枚数エグかったかも。演出来ないな。次来そう。来へんのか。4号機アラジン最高枚数で調べたらさ、7万枚っていうのが出てきた。77万枚、うん、7万枚開店から閉店までアラちゃん打ち切り。やばない。当時やばいだろ。わあすごい梅野さん爆肘爆肘爆肘小梅野さんあかんねん。いやお前が言ってんお前がいじってんのよ。梅野さん濱家ですからね。肘梅のうち梅のうちしてるよ。頑張れ。あれちょっと強敵だな。アラジンは6でもまだ多分詳しい人が見てて惜しいっていうのは来てないですよね。だってやっぱ探知引いてないもん。おかしないんかいな。ないかも。あんなにあったのにやってんな。あんなにお菓子あったのに森下が食べてるから。あれこれにしよう。ハッピーターン。ここでもう一回来るのね。熱い時って怖い。激アツ。割り箸やったっけ。サミヤかエイリアンとかもあるよね多分。割り箸あったっけ。ちょっとメダル触るから、はい、メダル触るからお箸で食べるわ。お箸で食べる。うまいな。チャラララララーンで。連発しないな。めっちゃうまい。モード変われ、モード変われ。星が流れるラクダの横。普通に考えたら縁起良さそうよね。確かに。な何味。たっぷりうまい。へえー、スパイス味。あ滑った。リプレイかい。あ、連続。あなんかありそうで起きないな。ストッパーに出ないし。出てよ。モリシー、俺コーヒー飲みたい。やっぱパチンコ屋感を出したいから。当たってる先にボーナス引いた人風に持ってきて。ええの。あ、全然。ありがとう。打たへんから知らんわ。頼むわ。演出スーパーリージみたいなの欲しいね。ね、まだ多分激アツまで行ってないんだよね。光探知を引いてないから。これ光らしたいわ。うん、あれだよね。やっぱお菓子ってうまいな。お菓子な、当たり前の話。アラジン出てきて。はい出てきた。呼んだらすぐ出てきた。はい出てきた。はいもう一丁出てきて。はいはいはい続いてきたよ。はいもう一丁。シビアだね。
シビアだね。なんで？はい、ルーレット入ったよ。取りこぼしはないから探知は引いてないと思うんだよ。罰やめて、寒いから。罰やめて、寒いから。罰やめて、寒いから。大きい声出すのやめよう。楽しい。あれが探知をね、引いてたら当たってんのよ。探知飛行、とりあえずもう出さないと、あなた6としての辻褄が合わなくなりますよ。粘るのはいいんですけど、6としておかしくない範囲で粘らないと。めちゃくちゃ飲み出してるやん。ノンアルコールビール。ノンアルコールビール飲んだ。いけ。はい、もうそろそろ行っちゃおうよ。おい、ポコポコやんで。あ、確定？え、あの、あれなしで急に来たよ。そんなことあるんちゃうの？いや、演出なしのこれ激アツなんだって。ほんま？探知だと思う、これだよね。詳しい人。なんか今飛んでいったね。飛んでいったよね。今この辺じゃない。そういうことちゃう。映ってる。飛んでいく演出が熱いかどうかやね。ほら、やっぱさっきのこれ確定なんじゃない。探知っていうのは、探知っていうのはチェリー引いたら絶対にこう一列になるのよ、はい、アラジンは、はい、それがチェリー引いたのにチェリーが一列にならないっていうのを探知と呼びます。で、それが熱いとされてる機種なんですよ。これ多分確定だと思う。変な音。ハートなんか絶対いいやん。何なんそのアホみたいな。ハートはいい。ハートなんか絶対いいって。急にあなちゃんあんの？7? 絶対入ってる。ピカピカってなった。よし、もうだって外れがないもん。罰がないもん。はい、まあ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 、ビッグ入れて、ビッグ頼むよ。7。あ、滑ったね、滑ったね。やばいね。バイ。バーでした。このずれてるランプの通りに押す。中押し、右押し、左押しやな、これだから。この打ち方が好きやわ。移動させてくれ。この見方がさ、やっぱおばあちゃんとかわからなくてさ、全部取りこぼしてるの。難しかったのよ当時やっぱり。いや、おばあちゃんこの通り打つんやでっつっても意味がわかんないからやっぱり。で、ちょっと押してよって言われて押すねんけど、おばあちゃんのあらちゃん全部付き合ってなんかいられへん。まあね。で、最終的におばあちゃん押したりとかしてな。ノンアルコール、ノンアルコール、ノンアルコールか、ほんまに。ノンアルコールらしからぬ発言してるから。やっぱさっきの演出なしの探知、探知は確定なんじゃない。探知断平。トツン、トツン。さあ、こっからちょっと風向き変わってくれたらありがたいです。
ここにサイドテーブルみたいな買わなあかんな、ここにな。スロット用の。カップルの彼氏の後ろで見てるやつ。一応ボーナスは引きましたけど、やっぱアラちゃん入れたいよね。かビッグね。サラミって酒進むよな。ノンアルやけど。頼むぞ。ノンアルではあるけど。ノンアルではあるけど、酒って言ったよ。はい、頼みます。奇跡のアラちゃん。アラちゃん光るもんな見えへんで。ハートはもう外れなしってことだ。あれが入るとな。あれが入ると。入るとおせる。きついよ。最近のノンアルもうまいな。きついお酒飲んでる。よし。じゃが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 じゃあ。頼むわ。やっぱ何も出えへんよりアラジンが出る方がいいいいかな。でも気持ち的には何も出えへんの熱そうな気すんねんけど。激しくなってるよ。チェリーぐらい引いとこう。ここでリプレイばっかり引きやがって。お前リプレイのリプレイしとるから。リプレイのリプレイ、リプレイのリプレイな。そうやな。おい、いなすなよ。そういうことやな。リプレイのリプレイやな。おい、引いてくれ。飲まれたバーブ。はい、引こう。気合で。よいしゃね、続いて続いて続いて演出続いて、さっきの女の子出てきて、あれ何ちゃんだ。確定なんかな。あれ確定ちゃう。あんな女の子、あれ誰、何ちゃん、あれ、うん、ちょっと外国の女性っぽかったな。ぽかった。アラジンのヒロインって誰や。アラジンのヒロインはジャスミンやろ。あ、じゃあジャスミン。でも金髪っぽかったね。なんかな。でもアラジンのヒロインとか言ったかて、ディズニーのアラジンのヒロインのジャスミンだけやもんな。ルイボスちゃう。ルイボス。ルイボス。ルイボス。ジャスミンティーとルイボスティーでそのお茶違いで今やりくりさせてもらってます。本当にノンアル？信じるか信じないかはあなた次第です。入ってるなこれ。いや、スロットが大当たり。大当たりの話。大当たりの話ちゃう。お酒の話。大当たり入ってるなの話か。アルコールじゃなくて。うわ、もう入っちゃえよ。何にも引いてないけど。アルコールが。アルコールがじゃない。ややこしい。スロットとアルコールの話。スロットの話のみ。罰はもうやめてくれ。 OK ストップ。よし、ウェーンじゃないね。入ってないか。アルコール。アルコールか。やっぱ探知引かないと基本はやっぱ何にもならないっすね。入ってんじゃん。入ってる？アルコール。アルコールかい。あかんやん。入ってないか。入ってないよ。大当たり。大当たり入ってないよ。もっとチェリー出てよ。嘘やろ。で、知らずに打ってんのかいって なりますけど、知らずに打ってもね、当たるときは当たるんだ。そう。我々ただ単にアラちゃんビッグボーナスの音を聞きたい。なんていうんやったっけ、その音のなんか
音のコマーシャルじゃないけど音のサウンドロゴ、サウンドロゴ、うわ、制約こぼした、こぼした、何してんの先にズボンに飲ましてもらったわ、おっさんやな、酔っ払ったおっさんや、だから酔っ払ったおっさんや、お前新世界のおっさん、うわー暑いの来ないね、変わろうか、よし、これで変わりましょう、次暑いの引いたら変わる、いや暑いの違う、演出ね、うん、はい、これで変わりましょう、え、ああ引かない、なんで引かないんだ、どうやってこの音にしようってなるんだろう、おおお、なんか起きてんじゃん、なんか起きてんじゃん、ビャーン、ビャーン、やれへん、うまないですよ、めっちゃうまい、ハッピースパイス、ハッピーターンって全種うまいな、うん、これ特にうまい、うん、はい、ビッグからちゃん引いたらな、うん、終われんねんけど、はい、外せ、ここにチェリーがなかったらいいねん、そう、それでもチャンスには変わりないとかあんの、いや、あると思う、ワオやな、すべて、うん、うん、うん、はい、来い、さっきのチェリーで入っとけ、はい、ストップ、ストップ、もう一回行け、もう一回行け、もう一回行け、もう一回、あ、これ多分150回転ぐらいは回してるんちゃう、ちょっと口角は抜けたかも、今年40になんねんけどな、うん、もう一回気引き締めて、うん、がむしゃらにやっていこうと思うで、せやからこそ失敗を気にせずな、早く引け、まだ若いという気持ちで、はよ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 引けよ、探知を引け、探知、熱いの欲しい言ってたから、探知を引くね、熱いの欲しい、熱い話はいらんね、演出や、よしよし、お待たせしました、はい、お願いします、お待たせしすぎたのかもしれません、あ、今全裸かも、ナイスですね、デスデスの足、よっしゃ、はい、引いちゃって、はい、探知、探知、探知、見えなくなってきてる、子役が思った以上に引かない、こんなに辛い、もうちょい本田ミュージャー、じゃあ子役が引けると思ったけどな、私が、うん、鈴木福、子役が来ないと話にならんかな、そうやね、あ、芦田愛菜ちゃん、あ、子役来たで、うん、違うかったか、名倉さんよ、来た、あ、アラジン、あ、惜しい、はい、これはあるよ、これはあるよ、はいはい、
跡の奇跡の絶対入ってるわけないとこからの引き、これ切るよね。でこれ切った後の罰をもう一回切ってくれたらなんだけどな。チェンジ来ないね。山内チェンジ、山内ケンジや。もうノンアルグしんどいで付き合うの。ほんまにノンアルか。まあそやけどポテトチップスとかサラミとかチーズタラとか昔からうまい言われてるもんがうまいな。何の話一番スロット楽しんでるやつ昔から思ってて友達が売ってるスロット後ろで酒飲みながら見れたらいいな一番満喫してるノンアルコールやで。アラちゃんに入るとこだけ見せたい。仕方ないな、俺が後ろでデスノートの L スタイルで見といたり。デスノートの L やな。映画めちゃくちゃ面白かったから、ね、松山健一さんな。松山健一さん、藤原竜也さん、美空直美。美空直美、美空一番可愛い人やった。 FBI の彼氏、ね、そう。何やったかな FBI の彼氏。 FBI の彼氏何やったかな。リー。せっかくたどり着いたのに矢上ライトに電車のところまで乗ってしまう。あ、今なんか特殊な音しました。した。お、頼む。ずれろよ。あるかもな。頼むよ。変わってくれ。ジュワーンみたいな音するんやな。頼む、来てくれ。何でした FBI のやつ。レイペンバーや。レイが死んだスーみたいなの悲しいとかあった。レイペンバーや。本当の名前をね、見せちゃったのよ。美空直美の本名を名乗る前に何やったっけ。なんかあったな、偽名使ってたのよね。美空直美が偽名やと思って。どっちが偽名、なんとか証拠じゃなかった。エルも知ってたもんな、優秀な人だったみたいな、うん、なんとか証拠です。マキ証拠、マキ証拠が偽名。家田証拠は、家田翔子は、家田翔子は金髪のここに、なんかこう細三つ編みの女の子6って初当たり軽いはずなの。はい、というわけでね、もう締めようとしてる。どう、あまりに引かないから締めようとしてる。このポイントに当たるってことは、そう。落ちましたよ。いいけど。コイン届け。おお。おー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 おお。ほんま再引いてくれこれ。頼む。このメダルつける前に引いてくれ。オッケー。怖い。もう引いてくれ、これで外れ目みたいなんだよ。はい、これを切る。で、7が来る。これを切る。ここの罰を乗り切る。乗り切らないよね。俺メダル入れるか受けてる。よし。ちょっと台と慣れ慣れしくして打ってみるわ。そう。リプレイとかもうええねん。これは何だ。これは何だ。
でも北斗でもたまにあったもんね、この急にお尻が伸びてるやつ。右だとかやつ。左よ。外れたらいいのかな。ラクダってそんなすごいの？え？連続で来るっておかしくない？確かに。真ん中。滑るか。え？なんだよ。え、何マジで。匂わせや、匂わせ。マジで。ただの匂わせ。いや、子役めっちゃ揃ってるな。ちょっと多いね。ここ、ここや、ここ。何？入ってる？入ってないな。めっちゃ震えた。いや、俺震えないでこれ。めっちゃ震えた。ブーンって。入ったな。あんだけ台が震えるってことは。いけ！ワーンじゃない。このメダルで当てるんでしょ。当てますせ。きた。当てますせ。ここがここに手に取ったよ。そういうことね。上じゃなくて真ん中か下。7押しますせ。一応足しとくな。チェリー強い。ちゃちゃつぼか。え、たまたまや。俺が意図的にそのちゃちゃつぼしてんのか俺。俺がやってるわけじゃない。枚数も少なくなってきたよ、やばいよ。ちょっと当ててくれ。よっしゃ、これでいけよ。さあラスト1000円や。はい、いい。そもそもチェリー狙ってる。ボタンも押しミスしてるけど、なんか端っこにカツカツって当たってる。大丈夫や。コツコツ。ぽわぽわぽわ。絶対もう一回チャンス来るよ。来るよ。はい、来た。はい、来た。来てる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 ね。狙ってるかチェリー。来てるよ。来てる来てる。頼むぞ、あと10枚やぞ。はい。芸人の引き見せたるわい。ラスト1回ちゃうかすね。おれはい、ということでですね、今回ですね、残念ながらね、はい、ビッグボーナス、アラちゃんの引くことができませんでした。あーでもね、アラジンの楽しさっていうのはね、十分に体験できたんじゃないかなと思います。今日バー1回か。そうですね、今日はバー1回だったんじゃないかな、うん、なるほどね、うん、
まあね、あとはですね、まあ楽しかったんで、やっぱアラジンっていう名機は色褪せないなと思うんで、僕ら弾けなかったんですけどね、またね、シーサーの街道日記とかね見てもらったらね、過去作の方でねアラジンとかね売ってるかなと思うんで、はい、もしよかったらシーサーの街道日記の方ね、ぜひ見ていただけたらなと思います。それではバイバイ、バイバイ。チャンネル登録お願いします。なんで会うねん、はい、はい、失礼します。